こんにちは、ドウンです。ということで、美保神社さんにお参り行ってきましたよって。美保神社さんそちらで、お寺行って裏道を歩くみたいな、毎回同じことやってる気がするなみたいな、今不意に思ったけど、でもいい風吹いてんだよね。だしいい街並みなんだよね、ほんと。なんか心が穏やかになるでもなんかムカついたら殴り合えばいいじゃんって言おうとしてたやつと思えない発言で、あ、大事な殴り合うですかね。殴っちゃっただけだと傷害罪で自分だけ捕まるんで、殴り合ったら喧嘩両成敗って確か OK だったはずみたいな。こういうのはね、多分警察の方が多分詳しいと思うんで。でもマジでね、そう、降りてきたのが溜め込んじゃいけんっす。思ってることは言って、行った先でその口論になろうが殴り合いになろうが、マジ溜め込むとガンになるんで、なんて言うんだろうな、自分のなんか中に、体の中に溜まってって不完全燃焼というか、本当体にも心にも良くないんで、マジで我慢は良くないっすよみたいな。大体ガンになる人ってね、我が強いんで、その辺は僕もちょっとね気をつけないといけないんですけど、こうあとね我慢していかいようになって、まあ基本ね、本当なんかだから女性がなんかその膀胱炎が多いのも、我慢するからっていう話も結構有名な話なんで、街並みはいいんだよねって、街並みはってかめちゃめちゃいいんですけど、いやなんか小腹空いたし軽くなんか飲みたいんだけどなみたいな、もう今日の俺の業務終了なんで、僕の業務終了なんで。でも超便利だった、あれコミュニティバス結構な距離乗って200円だったし、松江まで帰るのにね、ここから1時間半っぽいんで、1回美保の席で乗り換えればみたいな。来るときはね、ちょっと僕佐田さんから来たんで、あ、そう、おしゃれタウンというか、そう、なんか気になるんで、いい温泉あんのよね、ここ。僕結構気の持ちいいなって思って入ってたら、なんかよくわかんないおっさんに、後から入ってきたやつだけど、ぬるくねって言われて、え、ちょうどくねって思いながら、あ、そうですねって、とりあえずうなずいたんですけど、そういうなんかその、そういうやつ殴り合ってもしょうがないんで、やっぱその、殴り合ったりとか、その言い合うんだったら、それなりにね、やっぱ関係値がある人、おっさんにね、あ、どう、あれがいた、僕この黒いこれ見ると、ドラえもん思い出すんですよね子供の頃のトラウマというか、なんかあるじゃないですか、あれ、あるんですよ、ドラえもんのなんかあれが動き出すやつ。久しぶりに見たいな、なんだっけな、ドラえもん何編だっけな、新しくまたね声変わって出たんですよね。あ、声変わったので言えば、なんかポケモンのサトシくんがなんか世代交代したみたいですね。ポケモンのサトシくんの松本梨香さんでしたっけ、は元々僕のちょい前のビジネスパートナーが見出して育てた人なんで、まあ、ちなみに自然のこの現象、まあ、すげえ神風吹いてますけど、基本的にやばそうなのは自然が多分隠してくれるか、 YouTube さんが削除してくれるかやべえ話は多分ねカットしてくれるんで、なんか松本梨香さんと揉めてお金にすると 2,3 千万みたいな話になってましたけども、ね、おしゃれ、なんだ、僕もよく知らないんですけどね、それなんか、いやマジでやり合うんだよねみたいに言ってて、あ、そうなんですねつって、あんまそういうの良くないんじゃないですかって、相手もね、それなりの事務所の人じゃないですか。だし、あんま、なんかその新しい事業を始めるときにあんま喧嘩していいことないんで、って言ってた僕が、まあ、本人とマジガチンコになろうとしてるんで、いや、僕は別にないですよ。ただ一方的に切られたから。ただ、まあ、癖の強い人間だったんでね、僕もそうだからあんま言えねえけど、大体みんな癖強ですよ、癖強。事業家経営者とかは。なので、ないよ、何探してんだお前って、分かってんだろ、分かってんだろ、で生ビールだよな、今日終わって、あ、のどぐろ美味しいよね。でも俺今日ホテルだからな、どうしようかな、食えないな、つか家ないから、そう、焼けないんだよね、買っても。そうなんだよ、ホテルでさすがにさ、のどぐろの一夜干しとか焼いたらマジで怒られるでしょ絶対チャレンジャーだよね。旅館なら許されそうだけど、ホテルではないでしょ。いやー気持ちいい、ほんと港町ってハウルです、ハウル。あ、行かないですよ、疲れるんで疲れるんでって言うとあれだけど、まだあと残り30分ぐらいあるんで、
でもね、その残り30分とか、あ、本当港町の裏道です。なんで表に行くとあの港があるんで、そっち行って海を見ながらちょっとバスの方に向かいたいと思われます。さっきちょっとイカの店見つけたから多分売ってんじゃないかな。酒屋もあったしね、どんだけ飲みたいんだって話だけど、はい、すいません、精神科医の人に昔あの軽いアル中って言われたことあるんで大丈夫です。飲んでても仕事になればいいんですよ、独立してる企業経営者とか起業家とかは。まあ、僕は経営者ちょっと向いてないんで、あんまその人雇うのも好きじゃないし、一人でブラブラしたいんであの僕は起業家らしいですよ。あの経営者十何年やられてて、とあるレールガンとかのウェブ制作とかしてる人が言ってましたけど、もうちょいあるかな、せっかくだし、ドン散歩ってなんか語呂が良くねえなそうなんですよね。だから結構僕の周りなんかそういう、なんかこれ見てくださってる方が、あ、マジかみたいに思うような人とのお付き合いがあったんで、まあね、松本里香さんほど有名じゃなくても、例えばね、秒速1億円の与沢さんとか何回か飲んだことあるし、うちがキャンペーン貼るときに何回もご紹介いただいたし、髪茶色いね、染めてねえんだけどな。いや、髪の毛悩んでんですよね、坊主だから一応、あ、お坊さんね、坊主だ、坊主だからって、坊主だよって、髪型坊主だよじゃなくて、お坊さんなんで一応髪型どうするかなみたいな。まあでも縁の行者さんだってロン毛だったからいいんじゃないとか思ってるんだけど、悩み中。とりあえずなんかタイでモテることは知ったんで、髪の毛伸ばしてって、あ、もういいかな、ちょっと飽きてきたな、どこまで続くんやろこの細い道、もういいや、こんな感じ。ただもうね、気が乗らないことはしないっていうのは結構でかいかもしれない僕。でそれを許されるタイであればもう起業するしかないんですよ。だって僕絶対会社員じゃアウトじゃない、だって昼のランチ休憩行ってランチとりあえず飲むかみたいに思っちゃう人間なんで。でも坂上忍さんとかあれでしょ、テレビの前飲んでて話聞いてるんで、全然なんかあれ付き合わないとなんか切れんでしょあの人。まあお酒好きなんで俺全然 OK なんだけど、嫌いな人からしたらってか、嫌いな人とか苦手な人からしたらさ、たまったもんじゃないよね、それパワハラって言うんですね。すごいですよね、多分海がそこまで荒れないからか、めちゃくちゃ近いんですよ、海面が触れられそうなぐらい、しかも結構綺麗、わかるかな、綺麗なんですよね、ちゃんと、うん、いい恵比寿様がいそうな感じの、あ、抱かれる感じの風が吹いてるんで、本当島根と鳥取のもうすぐ向こう側に見えるとか鳥取県なんで、確か嘘じゃないはず。なんで出雲大社と真逆側になりますでございます。でもまあ来たくなるんだよね、美保神社で。まさか公共交通機関で来て来れると思わなかったけん、さっき調べたら日野岬さんも行けるみたいで、その日野岬さんに関しては伊勢神宮がその日の出てる今みたいな時間をお守りくださってるんであれば、あの日の岬神社はその日が暮れた後を守りいただいているっていうところで、あ、それ僕が言ったわけじゃないですよ、日の岬神社のなんかあの神社の説明みたいなあるじゃないですか、それに書かれてたんだし、そう行きたいんだけど、まさかバスで行けると思わなかったし、あと昨日ちょっと僕っていうか昨日雨降ってたんで、出雲はなんで、まあ、出雲大社さんにお参りして無茶満足したんで、まあ、次回ちょっと来るときあったらあの行きたいなと思いながら、まあ、動画回してるんですけど、車ないとね行けなそうな熊野大社さんだね、なんかすげえ時間書いてあったもん松江ら辺のホテルで調べた、3時間4時間だ、そんなみたいな、そんなですかみたいな、まあ、熊野さんも好きなんだけどね、ちょっとねさすがにうんみたいな、明日もちょっと沖ノ島行く予定あるし、いやー気持ちいい、気持ちいいっすね。そうなんすよ、だからなんかそのどの話をしてやべえかなんてよくわかんないじゃないですか。今僕最近なんかその DJ ホイさんすごいリスペクトしてるのが、切り抜きで出てきたので、なんか浮気した彼女、18の時付き合ってて23歳の女の人が浮気したらしくって、原付をバットで叩いたのか、まあ、とりあえず原付壊したみたいな話をされてた時に、やべえなこの人と思って、でも福岡の人なんで、まあありえるかみたいななくねえなみたいな、いや俺も住んでたことあるから福岡、別に喧嘩っぱいんでね彼らね、マジでガチで、
なので、でも僕福岡一番好きな街ですからね、日本で。で、日本で唯一人口が純増してる街なんですよ。それって多分ね、福岡のやっぱリーダーが市長というか、どっちなんだ、福岡県知事なのかな、いや福岡市市長じゃねえかな、多分の施策がいいんですよ、めちゃくちゃ。なんで当たってるっていう。そうそう、福岡の人たちすごい好きなのが、なんかその僕なんてもう超変態みたいな頭おかしいやつじゃないですか。でもやっぱりその頭おかしい場は私と違う人でパイとかじゃなくて、なんか一旦受け入れてくれるんですよ。でそこからはまあ仲良くなるならないは本当それぞれなんですけど、でも明日あの沖ノ島一緒に行く人も福岡の人たちですし、まあ、その人たちにつないでくれたのも福岡の人たちですしみたいな。だから福岡ラブなんですけど、そう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 、日本で一番好きやね福岡。分かりやすいんでね、本当誰かがやばかったらみんなで助けようみたいな。まあ、東京だとね、誰かやばかったらみんなさっといなくなりますからね。あの大丈夫です、東京はあの特会引っかい新しい人入ってくるからそれやっていいんですけど、福岡ってそういうのないからみんなやっぱその大事にしようっていうのがお互いあるんで、そのお互い様っていうのが、お、魚がいる。多分川のここで、あ、ゲジゲジもいた。川のここのなんて言うんでしたっけ、多分栄養分がいいんでしょうね。牡蠣とかもそうじゃないですか、川の下に。見える？携帯落としたくないからあれなんだけど、福岡とかも、福岡じゃねえや、あの牡蠣とかも確かほら広島とかそうですけど、そのプランクトンっていうのかな、なんかその生活排水っていうと言い方悪いけど、あのとこにいるんですよね。あのプランクトンが湧いてくるからかな、栄養分があるからっていうのかな。そう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 、だからむちゃくちゃクリアで綺麗な水の中にはいないんですよね、意外とね、その生物がって言いますよね。ということでね、まあ、清濁飲み込んで頑張ってるわけですけども、はい、あのどこまで行っていいかとかなんてもう分かんねえじゃんってことに気づかせてもらったりとか、何でも OK じゃんっていうのに気づかせてくれたのは DJ 社長と、まあ本当だから本当レペゼンさん、めちゃくちゃ僕レペリスペクトしてますからね。もうやりたい放題やろうみたいな、吹っ切れて今動画撮り始めてるんで、あの出すタイミングはちゃんと考えますよ。僕が日本にいない時とかにやべえやつとか出すん で日本帰国すること絶対言わないですからね、僕ほぼほぼ。だって嫌だもん、捕まんのめんどくせえ、関わりたくねえし、まあ、ほぼ帰ってこないでいい状態になってるんでいいんですけどね。っていうところで、あの三保の関よりお送りしました。まあ、ぜひね、あのなんていうんですかね、恵比寿さんの総本社総本宮、西宮恵比寿さんも有名ですけど、三保神社さんもすごく由緒正しく有名なとこですんで、でね、もうあのもうちょい先行ったら、あの恵比寿さんが釣り竿を垂れたっていう、その釣りしてたっていう場所もありますし、まあ、ぜひね来るときはあのコミュニティバス200円ですからね、200円、マジかみたいな。僕帰りちょっとあの海取ってこうと思いながら楽しんでるんで、はい、ぜひあの楽しみに遊びに来てください。じゃあねー。